わしやがなマフィアカジタです。わしやがな中村雄一です。イエーイ、はい、さあ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 、うん、おなじみにもなってきたそうです、ね、ニュータイプなんだけどね、うん、あのもう、うん、前回があの有野さんと一緒に見たのかな。 そうですね、それで、はい、その1999年まで使い切っちゃって、はいはいはい、あと1冊しかなかった。この梶田君の持ってる2000年のラブヒーナ、これ1冊しかなかったから、うん、買い出しました。ありがとうございます。残り買ってきました。もうねこれが楽しみで生きてますんでね。楽しいよね、やっぱ後ろを振り向くって楽しいよね。楽しい。もうね、なぜおじさんは昔を振り返るのかって若い頃思ってましたけど、うん、楽しい。いや楽しいよ。無限に時間を使うんだよ。そうなんですよ。人生をもう一回やり直してるぐらいの時間を使うんだよ。そうなんですよ、うん、消費してしまうんだよ。もう未来に進みたくないんですよ。そうだ、ひたすら嫌になってきて、嫌になってきて過去を反芻しながら生きたい。そうだよね。それでね、うん、俺この間やったやつがなんかね、コメントですごい誤解をされてる方がいたんで説明していきますけど、これ本角川さんからお借りしてる本をそんな乱雑に扱っていいんですか。いや違いますよ、これ未然に起きて買ってますから。借りてるわけねえだろ。貸してくれませんよ、こんな古いニュータイプを。貸してくれませんよ。だって会社にあるやつはやっぱり資料用として置いてるから、うん、基本は貸し出してくれないんでね、僕らは見つけて どう扱おうと。俺らの買ってじゃん、こんなもん。中村さんが金出して買ってる。確かに確かにそう、うんうん、さっき中村さん机にいた虫叩き潰したらバーッてとっさにねあーってやったから、それぐらいですけど、うん、なので、まあ、2000年とこっからまたプラス10年買ってきたんで、うんうん、この2001年から、うん、何年もあるんですか、2010年ぐらいまで買ったのかな、うんうん、買いました。いや楽しみです ね。今回は俺が2000年を担当して、うん、中村さん2001年担当ですね。2001年は表紙 X、うん、あでも原作絵の方の X で、そうですね、美しいイラストですね。なんで X なんだろうと思ったらね、うん、テレビで新しくやるからっていう、うん、あそっか、そのタイミングだったんですね。それがあったからみたい、うんうん、まあ、X も人気長いですもんね。長いね、終わってないけどね。しかし2000年代に突入しだすと、うん、やっぱりこうアニメの雰囲気もガラリと変わって、そう、ね、まあ、俺見てるやつどんどん増えてますね。絵の感じ変わってきたよね、うん、うわこれいいんじゃん。でかいポスターですね。ポスターついてる。おー、桜大戦じゃないですか。桜大戦だけどさ、これアニメの方ですか。アニメ版かな、これゲーム絵じゃないですよね。ゲーム絵じゃないね。へ、いやでも何版とは書いてない。活動写真って書いてありますけどね。えでもこれ何だろう、うん、年齢が上がってるように見えるよね。まあ、ちょっと大人っぽく見えますね。ね、衣装変更っていうのもありますよ、髪型と。桜大戦の記事確かに多そうですね、このタイミングは。あのアニメ化をしてた時期みたい、うん、そうですね。あ、これはこう、じゃあまたセクシーセンセーション。セクシーセンセーションの系列でしょうね、これ。これな、これラブヒナか。ラブヒナですよ。中村さん、どの子が好きでした。見てた前提見てた前提でいく。見てた前提で聞いてますけど。俺見てないのよ、ラブヒナ。ですよね。2000年くらいのタイミングだとちょっとね。友達で見てる人は結構多かったけど、うん、俺はね、この時代アニメ見るより、うん、ゲームすげえしてたんだよね。めちゃめちゃゲームしててアニメほとんど見てないのよ。なんだろう、でもキャラ覚えてんのは、うん、ヒロインと、うん、これと、うん、これってもう分かんないの名前。これね、うん、これは覚えてる、うん、俺結構好きでした。キツネっぽいんですよ、目が糸目だよね、うん、確か。そうそうそう、糸目キャラ好きだったんだ。そうだよね。でスーも好きでしたし。これは外国の人だよね。外国の人って言い方あんまり聞いたことないですけど。いやいや、でも確かに外国の人。他に言い方ないやろ。この子外国の人ですよねっていうのは本当読んでて、ね。俺原作派だったんですよ、どっちかってアニメっていうより。あ、なるほどね。うん、ただ、あ、でもね、うん、あれじゃなかったか、うん、林原さんが歌ってただけ。歌。ああ。アニメの。それはなんかすげえテレビで聞いた。はい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 、あの時さ、はい、アニメの主題歌とかでもさ、うん、この人気の出てるやつだとテレビでよくかかってたじゃない。カウントダウン TV でよくかかってた。よくかかってたよね、うん、
そう覚えてる。ラブヒラの曲は確かに人気あったな。そうだよね、ぽっちゃんのとスクライド、カジャ君好きそう。スクライドは好きでした。これスクライドのスクライドのなんかおまけ差しですか。おまけ差し。いいですね、スクライドはね。次回予告しか覚えてないもん。もうかっちょいい、本当にテンションテンションまたテンションって話だったんですよ、ね、夕方やってたからさ。うわ家にいなかった。漫画版のコミカライズの戸田先生の絵も描いてる。あ、言ってる。いいですね。ワクワクして見てますって書いてる。これね、漫画版では、うん、あの海野先生を勝手にモデルにした海野千力っていう、あ、そうなの、キャラが出てくるんですよ。そうなんだ。アフロのおっさんなんですけど。おっさんなんだ俺さ、ちなみに、ちなみになんだけどさ、これって誰、これ主役、主人公です、主人公。これ主人公だよね、うん。俺ね、さっきまでこれスクライドって知らなく、はい、分かってなくて、なんだろう、リバイアスだと思ってたの。それしょうがないかも。で、リバイアスの差しついてるけど、うん、表があの関さんのやってたやつなんだってずっと思ってるけど。年齢がどう見ても高いです。リバイアスは学生ばっかだった。まあね、うん、関さんのやつこういう髪型じゃなかったっけ。まあまあまあこんな感じですし、なんかやっぱ絵柄がね、まあ同じ絵だからね、しょうがないんだけど。レワイアスも好きでしたけどね、うん、違ったわ。カードキャプターさくらも こんなもうバトル丸出しの、何これ、絵ですよこれ、ムービングムービーです。劇場版だ、うん、封印されたか。こんなバトってんの。バトってますね。もうクリーチャーなかなかのクリーチャーで合ってるクリーチャー、ね、お前はなんか前回一応クローカードって説明してくれてたのにもうクリーチャー呼ばわりになったけど合ってる。大概なんかモンスターのことでクリーチャーって呼ぶんですよね、うん、癖になってる、癖になってる。俺これ見ててさ、うん、もうやっぱり変わらないんだなと思ったのがさ、まあちょっと先だったけどさ、これいいな、さくらちゃん女の顔してる。本当だ、女の顔ですよ。本当だ、芽吹けよ恋のつぼみ。そういう目で見ていいか分かんないけど本当だ。かあ、まつって、なんかさ、うん、あ、え、どうしました。はぁ、推しじゃないですか推しですよ、推し。俺の推しが、あ、推しが特集されてますよ。これはモザありなし、モザあり、モザなし、モザなしでいいんじゃない。モザなしでいいかな。あの本人に後で、後で許可取れば、うん、21歳の時の、あー、もう21歳の時の俺のマミコが、美しい俺のマミコ俺のマミコが、界隈がざわつくわ。変わらないんだね、あんまり。うん、変わんないですね、うん、ずっとお綺麗ですね。本当だ、この人は誰って。本当誰、知らねえよな、うん、知らねえよ、うん、書いてないんかい。おいおいおい、次回予告ですからね、この人は誰。あ、次回乗るの、うん、誰なんですか。ないよ1年ずつで買ってる方ないよ。気になってしょうがないですね。ないな、誰の写真なんですかね。くそ、のとさんに聞くわ、ちょっと。これ、ごめんなさい、これ続き誰です、うん、これ結果誰なんですよ。もしかしたらコメント欄に当時読んでた人から来るかもしれないですね。あ、それは誰々さんですよ、誰々さんみたいな。乗るかな、なんかね、うん、例えばね、うん、これも、これ、犬夜叉。あ、犬夜叉。これでもさ、うん、一応続編的なものを今やってるわけじゃん。やってます。だから、この、これだって20年前よ。うーん、20年前のを見ててもさ、普通に同じコンテンツが載ってるってやっぱすごいしさ。本当になんかもう繰り返し繰り返しなんだなって気はします、この世界って。まあだから、うん、結局名作になるとそうやって何度も擦れちゃうんだよね、うん、そう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 、面白いものってどの世代が見ても面白いんで。結局これもそうなのよ出ましたね、うん、もうフルーツバスケット、フルバもそうなのよ、やりましたけど、これ好きだったな、うん、オープニングテーマが特に好きだった。あ、そうだね、名曲だったね、うん、名曲だった。いや、なんかほら亡くなったじゃない、岡崎由紀子さん。ショックでした本当に、ね、俺もさ当然お会いしたこととかなかったけどさ、うん、なんか勝手なショックを受けてたもん。あの美しい声で歌ってくれていた人が亡くなったのかって思うと、ね、衝撃だよね、うん、それこれ俺の一押し、ブリガドーンマリンとメラン。何？ワウワルーキーズ知らないですか？ブリガドン、知らないんだけど。ブリガドンマリンとメランですよ。これ兄弟？いや、あのもう三つ子なんですね。三つ子なの？三つ子なんです。はい、これおばちゃんおばちゃん、長屋のおばちゃんです。なあ、そうなの？長屋のおばちゃんを三つ子にする必要性ないよね。キャラ濃いんすよ。
なぜ確かガオガイガーと同じ監督、そう、米谷さんか、米谷さん、あ、米谷さんで、やっぱりガオガイガーと世界観つながってて、キャラがやたら濃いんですよ、みんな。あ、でもそうだね、キャラデザも木村さんだもんね。そうそうそう、これ俺大好きで、このロボットの声が大塚芳忠さんなんですけど、喋るんだ、喋るっす。でこの子と、まあ、深い絆で結ばれるんですよ。でよくよくはちょっと恋愛っぽい関係になっていくんですけど、そうなんだ、この異形の芳忠と幼女との組み合わせ、いいんだ、すごい、もう全然知らないんだけど、ワーワーだからかな、ワーワーなんですよ、ワーワーだから見てた人少ないかもしれないですよ ね、 今ボックスも出てるんで、ぜひ興味あれば、はい、俺は大好きだった、はい、ヨネタリン、あ、そう、ヨネタリンつながり、びっくりなんですよ、ガオガイガーファイナルがもうこの時代だったんですよね。そうよ、ようやくその王三戦で破壊王につながります、まあ、ちなみに20年経って第3弾、ランキング20年経ってシリーズ第3弾、あ、ストレンジドーン、これも好きだったな、名前聞いたことあるな、これもワウワウノンスクランブル枠です。お前すげえワウワウとかだなぜワウワウのやつ大体通じるな、お前ワウワウしか映んなかったんですそうか、この当時俺中国に住んでて、そうか、ワウワウだけは映ったんですよ、衛星放送だから。これもね、不思議なアニメだったんですよ、この異世界転生ものなんですね、この2人が、でもこれ原作佐藤潤さん、うん、そうそう、佐藤潤、監督佐藤潤さん、うん、そのままやってんだ、うん、あ、じゃあ名作だわな。ちょっと鬱っぽい展開もあったりして、この時代多かったんですよね、途中でいきなり鬱挟むのが、うん、ショッキングなところもありましたけど、あ、でもそうね、ちょっとブラックな面もあるっていうのは多かったね。あ、やばい、2000年代俺も刺さりまくり、そうね、お前前回までの10年よりもページの止まり率が上がってるもんね、ペースがすごい、ワンワンルーキーです、またてかワンワンすごいね、アニメめちゃめちゃやってんだ、ワンワンがこの時期アニメめちゃめちゃ頑張って力入れてたんですよ。このハンドメイドメガネ、手のひらサイズのこのロボットメイドさん、これが新しかった、 USB ついてるもんね、うん、これ確か充電かなんかするんだったよ、タイプ A だタイプ A、 タイプ A の時代的にはね、でも確かまだ USB 1.0 の頃でしょ、そうですね、 1.0 ですね、遅かった頃、絶対そうだよね。で俺これ記憶が、うん、確かなら最終回でがっかりしてるんですよ。あ、そうなの、この子最終回で人間サイズになるんです。ああ、会社君的にはそれはもう台無しでしょうが、このままでよかったのにみたいな、台無しでしょうが、そんなもんハンドメイドメイですよ、そんな怒られたそんなに20年前のことで俺に怒られてもさでも知らんがな、俺の記憶なんで、もしかしたら別のアニメと混じってるのかもしれない、まあ、なな、じゃあこれも知ってんの、これもそういう系じゃないの、知ってます、リアルバウトハイスクール、ちょっとこれもう遅いです。モザだと思います。これはレオタードです。あ、そうですね。レオタードです。これはレオタードです。でも、多分これは、しっかりとは見えてなかったやつですね。俺は知ってる時代のやつではあるんですけど。あ、これ後藤圭司さんの絵か。うん。いやー、燃える。ああ、もうページめくる旅ですよ。全部刺さってる。もうめくる旅全部。俺もこの川尻さんのインタビューが気になってしょうがないのに。ん、井上きっこじゃないかあ、ちなみにきっこさんはもう本人が出していいって、はい、むしろ出してくれって言ってたから、うん、もうモザイクなしでいいって言われて、うん、だからこれからきっこさんは無修正で出していいこれも17歳の時ですね、うん、でこれ隣のページもそうなんですけど、バンドレット、あ、バンドレット、うん、吉野さんの今度これ大好きだった、このロボットアニメ。これもうワゴですそうですよね、なんかそうだった気がするわ、ワゴです。で、このブザブさんの声が大塚芳忠さんです。芳忠さんの話ばっかり。なんか、俺この時期芳忠さんでしこってたかもしれない。しこってた嘘だろ。いや、好きだったって意味です。好きだった。好きだ、よかったです。でもこれ本当にいいアニメだったんですよね。エンジェリック・レイヤーとかも、じゃあ、これもちっちゃい子出るよ。めっちゃ好き。ちっちゃい子出る。エンジェリック・レイヤー、そう。これ、女子が主人公のホビーバトルアニメっぽい、うん、なんかガンプラで戦う的なノリのやつだよね、これね。だから今でいうとビルドファイターズみたいなのに近かった、うん、そうだよね、うん、あ、ファイナルファンタジー、うん、アンリミテッド、あ、これあれですよね、お前にふさわしいソイルはこれだってやつですよね。そう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 、リロードするやつ。俺ずっと首ひねってました、ファイナルファンタジーってこんなあったっけなって。大丈夫、俺もだ俺 FF すごい好きだったけど、うん、これはちょっとよくわからなかった。ソイルってなんだろうって思ってました、うん、思ったのとは違った、うん、でもそれはそれで面白かったですよね、うん、え、林原さんが谷川俊太郎と対談してるんですけど、
いろんなメディア、いろんなジャンルでもう、すごいですね。そういう企画なんだね、うん、いろんなジャンルのベテランと。なんだ、谷川俊太郎とちょっとペアルックですよ。これ多分モザイクだけど。本当だ、ペアルック。いや、これペアルックじゃないの。これたまたまだと思うよ。これはたまたまだと思うよ。たまたまペアルックなんだね。すごい T シャツ着てるね。ねえ、おしゃれ。いいなぁ。うわ、川澄さんだ。すげえ。川澄さん。顔違くない？違くない、違くない。ずっとお美しい。あれ？そんな顔だっけ？俺川澄さんの顔忘れ。え、川澄さんの顔これ？はい。川澄さんの顔ですよ。どう見ても。俺しょっちゅう会ってるから。わかりますよ。てか、すごい、あどけないね。おー、また出たよ。なんだよ、王様はさ。事務所のやり方かこれ。この人誰？気になる。誰だろう。川澄さんにも聞かなきゃ。見てくださいこれ。ん？ロリスミさんの写真めっちゃ。ロリスミさんディフェンス。ロリスミさん。やめとけ。ハーフと間違われてたって。確かに彫り深いですもんね。本当だね。あ、本当だね。うん。可愛いロリスミさん。ここだけ切り取って。だからお前。ここだけ切り取って持って帰ろうかな。かわいい。かないわ、もう。上澄さんはちょっと連絡先知らないから。あ、ニアアンダーセブン。ご存知ですか、ニアアンダーセブン。なんかね、聞いたことだけある。わわです。見たことない。もう、 うち見れなかったのよ。ですよね、うん、まあ。もう東京出てきてる頃だけど、うん、住んでた場所が入んなかったのよ。うん、そうなんですよね。BS は。うわ、銀装機構オーディアン。ちょっとお前これダメだった。完全にダメなもん映っとるやんけ。ここだけモザイク、ここだけモザイク。完全に、うん、いや、ここも結構ダメなんだよ。こっち、こ、じゃあこことこだけ。多分左側全モザだよ。これほら、あのわしゃがなでも好きな曲として流した、うん、あの、そうだね、気の抜けたトランペットの曲です、これ。完全にあかんやん、うん、お前。いやー、これね、バンする気かお前。銀装機構オーディアンね、これチャンネルをさ、もう結構こうなってくると俺知ってる人たちが出てるアニメ多いよ。マジっすか。これとか、あー、7人の 7人の7かな、うん、これもあったな。これってなんか水木の7出てなかったっけ。水木の7、まあ、そう、これまだ企画進行中だからキャスト乗ってねえわ。でもありえますね。これもずっと見てられんな。ずっと見てられますね、ほんまに。これお風呂とかでずっと見てられるやつだよ、これ。そうですね。多分、まあ、この動画見てる人もそんな感じだと思いますね。あ、俺はもうみんなに見てほしい、うん、ヴァンパイアハンター D の劇場版レンタルスタートしてるよ。おお、ここでレンタルスタート。そう、もうこれはクオリティ抜群にいいから見てほしい。これ、そうな、俺も見とかないとな、これ、うん、裸率高くなってきてません、どんどん。え、肌色率がすげえ高くなってきてる。昔よりでしょ、うん、それはもう単純にあの世の中の流れだと思うよ。ビーチクが解禁されてるんですよ。だってこれももうこうだもん。あー、ビーチクが解禁されなきゃいいと思ってるから。これはビーチクはノー解禁です。ノー解禁です。これ何のアニメだ、これ。アニメなのかな、これ。アニメじゃないと思う。連載。連載か。うわ、あ、ヒエだ。え、なんか DVD ボックス。異世界転生しとる、みんなこれ。いや、してない。幽遊白書異世界転生編じゃないですか、これ。確かに、うん、俺今ずっとここが見えなくてさ、桑原はいないんだ。いや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 、分かりやすいでしょ、これ。もう桑原って外されちゃったんだと思って。目に入ってなかった、桑原が。でもテーマは確か異世界転生っぽい感じだね、うん。ヒエの件変わってるし。変わってるもんね。センターがでもヒエのあたりに人気を伺います。読者投稿フルバがすごい多いね。フルーツバスケットすげえある、うん、そんな中にゼータガンダムを送ってるモサがいるわ。この時代に。あー、渋。この時代にゼータガンダムの絵を描いて送ってるモサがいるわ。でもこっちもすごいですよ、この読者投稿。このラインナップの中でクエスパラエが混じってますから。ちょいちょいおっさんいるな。俺気づいたけど、うん、あ、塩沢さんだ。
あのなんかさ表紙に載ってたけど、はい、あれね亡くなった時なんでしょ。これ追悼記事ですね。そうでしょ。へえ。いやー永遠ですよ塩沢さんは。そりゃそうよ。ずっと見てただ黙って見てる。これは。これはこれってなんだ。これって桜井さんマネージャー確認が必要なやつ出てたの知らないか。綺麗にここだけ抜いてもらおうかな。はい、どうしたの。これん弊社の高広なのではという。あああれでもそう見えますよね。多分これ桜井さんでね。そう見えます。あの両隣変わらなすぎじゃない。思いました全く同じことを。両隣マジ一目で分かりますね。両隣変化なさすぎじゃない。ヴァンパイアなのかもしれない。変わんねえな。特に石田さんの方で、石田さん本当に今緑川さんはなんか むしろ今の方が若いなってぐらいはあるんだけど、うん、マジで変わらんなこれ。すごいね。すごいな。なんかね奥の列の人はねここインタビュー載ってないから名前が表示されてなくて、うん、分かんなかったんだよ。パッと顔見た感じでは間違いないと思うんですけどね。お出ましたよ占いコーナー。誰クイーンカラー名前変わってます。嘘誰エル・レイ・メルーザ。でもエル・レイ・メルーザです。お前はエル・クイーン・カーラだよね。エル・クイーン・カーラでした。何が違う、同じやつじゃねえの。どうでしょうね。弟子それかエル一族のものを。エル・コンドル・パサーみたいに。違う、なんで馬と一緒なの。エル・レイ・メルーザさんの占いだと天秤座非常に良い。エル・クイーン・カーラ。カーラ先生だ。これそうらしい。今カーラ先生現役じゃないですか。調べたら普通に、うん、これ多分そうだと思う。8月29日待機中。おお、まだカーラ先生占い受けられるんだ今でも。え、メドゥーザは。いやいやいや、これそうなの。エル・レイ・メドゥーザは今普通に占い館で占いをやってるらしいよ。すげえ。エル・クイーン・カーラさん会いに行けるんですね。エル・クイーン・カーラに連絡したらなんか連絡していくみたいよ。うん、俺メドゥーサさんによるとウィークポイントがエッチな事柄への興味なんですって。カイザーさんの、うん、あー当たってる。そのエッチな事柄への興味に危険な落とし穴が待ってるらしいです。やべえな。気をつけて。やばい、やばい。メドゥーサさんによるとやばいです。エッチなところやばいし。俺は中村さん。ウォーザーどう。あっという間に成績急降下。なんでや。今までしんどい思いをしてきた魚座にとっては逆に幾分楽になる。だから諦めがついてます。今は、あ、そうなの。今まで苦労してんのにさらに。恋愛運はエキサイト。エキサイト。恋人のいる人は喧嘩しきり、いない人にはチャンス到来となる。まあいいってことね。恋愛運は。お母さんに思いっきりゴマを吸っておくと吉。この年でか。この年でゴマすんのか親に。金運は小遣い多少増えるって。母親のご機嫌次第です。お母さんの機嫌ちょっときついなぁ。忍ばれるなそれは。忍ばれますね。メドゥーサもエル一族だからちょっと辛口ですね。でもやっぱり俺はね見てて、うん、懐かしいは懐かしいけど、うん、もう知ってる作品が増え始めてるからさ、うん、あーっていう感じだね。まあ中村さんがもう仕事見てたっていうか、あの人がなんかこれの現場の話してたなとか、うん、何々さん出てたなとかそういうのばっかね。あのね本当にね、かじくん裸増えすぎよ。これも多分モザイクあるけど、ほらもう出てるもん。あパイオーツ丸出しですね。低俗でデイドリームも懐かしいなこれ。これどういう表紙なのだって。好きだったな。なんで裸なの。これ中村さん読んだことないですか、低俗でデイドリーム。これねゴースト系っていうホラー系の話なんですけども、うん、この女の人が SM 嬢なんですよ。そうなんで、ボンテージ来て除霊するんですよね。ギャグ漫画？エッチな、エッチホラー漫画です。エッチホラー漫画、エッチホラー漫画です。
このエヴァンゲリオンの表紙のこのアスカ、うん、もうものすごいいろんなグッズで当時見かけました。この家めちゃめちゃ使い回されてたんですよ。まあいい家ですからね。ガンダムエース創刊号だって。え、創刊ですか。そうだと思う。発刊記念号001大増産中、手に入れる最後のチャンス。歴史に立ち会っとるわ。もういいか。そうですね、一通り見ましたね。これ多分まだまだ見れちゃうから。たっぷり見ちゃいましたね。あと次を見たくなりだしてるから、うん、2002年はどうだったんだろうとかなり始めてるから。ちょっとそうですね。うわ、ネット世代の君に送るアニメ&インターネット誌ですって。やっぱりめっちゃ肌色増えてるやん。これからネットの時代って感じだったんですかね。ニュータイプ .com なんで。これまだあんのかな。もうないかな。もう聞いたことないですね。何かに統合されてそうだよね。統合されてると思いますし、榎本さんがネットライフの特集を教えてくれる。本当だね。へー、面白い。いやー、やっぱ過去振り返るの楽しい。そうね、タイムトラベルして気になった方はね、うん、探し出して買ってください。はい。面白いんで。面白いです、ニュータイプ、うん、いくらでも読んでられます。ガンプラとか載ってる、マクロスのつ、もうだいぶクオリティ高いですよね。クオリティ高い、この時代、この状態だからね、うん、これは何、プラモかな、これは完成品かな。プラモでしょう。あ、これ完成、これ完成品だ。マジですか。ヤマトのやつか。でも6800円で買えるんだ。いいなぁ、今でも欲しい、はい。じゃあ最後は押井守先生の顔で。なんでよ。本当だわ。本当に押井さんだったわ。ここにも押井さんいます。凱旋って書いてる、うん、ここに押井さんいて、ここにも。じゃあ違うから。犬好きだけど。人狼か。うん、人狼ですね。これかっこよかったな。特殊部隊のやつだよね。そう、これですよ。ケルベロサーマ。ああ、そう、ケルベロサーマね、うん。これめちゃめちゃかっこいいんですよね。だから話自体はそんなスッキリする話ではないんですよね。そうだよね。うん、俺これのね、なんかドラマ CD かなんか出たんだよね。本当に？すげえ難しかった、言ってることは。ですよね。政治の話も多いし。なるほどね。ナイスなビジュアルでした。うん。はい、ということでチャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。